あーそうだ、金玉のミュージカルに出てたんですけど、ドクタケをやるのがそのスーツアクターさんで、好きな四字熟語が千葉雄大なんですけど、ははは、いつから千葉雄大四字熟語、小牧根キータ大好き人間だ。あーはいはいはい、小牧根キータってどうですかっていう、おたけずかー、今回のゲスト自己紹介お願いします。あーボーツ3回宮島、宮島さくらでーす。何ですか、お願いします。なんて言ったんですか。ボッチ戦隊宮島。ボッチ戦隊、オタク図鑑、今までラポネ界隈、サンリオ界隈と言って、今回は戦隊についてはい、いろいろ教えていただきたいと思います。だってもう宮島といえば、数々の MC、ありがとうございます。本当にありがとうございます。もうそっちの界隈ではもう知らない人はいないっていうね。本当に歌もやられてます。あ、歌は挿入歌をロボ曲とか、あの戦闘曲、アクション曲とかやられてもらってるんですけど、はい、2曲ぐらい、ね、歌ってもらったんですけど、はい、PFC 東映特撮ファンクラブっていうアプリがあるんですけど、配信されてるバラエティ番組とかあるんですけど、戦隊とかライダーのキャストのみんなと一緒にやるんですけど、いいなー。 それを出させてもらったりとか、いろいろやらせてもらったりとか、もうね、一言で言っちゃってね、もう私は何でもできますよと、そういうことですよね。すごい素晴らしい。もともとね、あの曲を直してたので、お声もね、お顔もね、もっと綺麗。そもそも、あれですもんね、渡辺に僕がいる時から、なんかオタク部じゃないけど、なんとなく、ね、なんかあったらしいね、やっぱ垣根を越えて、まあ、俳優、タレント、芸人さんとか、みんなオタクは結構仲良かったですよ、ね、楽しそう。今日は戦隊を教えてもらおうと、はい、いうことで、お願いします。お願いします。もうまず初歩的な質問でいいですか。その戦隊とライダーってあるじゃないですか、うん、それってもう推し方とか、そのオタクの気質的にもう全く別物なんですか。あ、全然別物ではなくて、もう仲間、もう映画も2本立てだし、仲間だ。あー、そっか。そうそうそう、でイベントとかも一緒にやったりもするし、作品のやっぱりこうモチーフというか、やっぱり戦隊はみんなで一つ、はいはいはい、チームね。そうそう、チーム、うんうん、でライダーは基本的に、まあ、今いろんなね、あのライダー仲間もいっぱいいるけれども、基本的にはもう一人ずつ。確かにそうだね。そうで、今あの共闘したりももちろんあるけれども、なんかその、まあ、大きな違いっていうのが多分一番最初からあって、うん、大人は割とあんまり垣根なく応援していて、子供たちの方が、え、面白いかも。垣根がある。垣根というか違いが、そうだと思う。小さいお友達、小さいお友達、まさに小さいお友達はやっぱりその戦隊の方がちっちゃい時もいるんですよ。で、だんだんちょっと大きくなってくるとライダーになって、なんかそういうイメージあります、勝手に。で、なんでかって言ったら、多分ライダーの方はちょっと敵が若干怖い。うん、あー、造形とか、分かる分かる、内容もなんか難しい。そうそうそう、ちょっと大人っぽい感じの絡み。宮島は戦隊寄りなんですか、もともと趣味的には。すごい、両方とかも大好きだし、基本的に特撮が大好きなんだけど、止めたらヒーローとかもそうだし、好きなんだけど、最初はどこのあれだったんですか。私はね、あのね、マスクマンとかフラッシュマンとか。マスクマン、ま、フラッシュマン覚えてないの、全然。あの、見てたのは覚えてない。ちっちゃい時、2歳ぐらいの時に、もうすでにフィギュアを頭からなんか、加えてる写真とかもあって。そう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 、これをこう、まさに加えてる写真があったりとかするんで。で、一人っ子なんだけど。本能的にね、なんかそういうなんか DNA だったのかもしれない、かもしれない、なんか惹かれたのかもしれない。小さい友達の戦隊の愛し方と、大きい友達の戦隊の愛し方って、違うともね、違くないですか。そう、で、なんかやっぱずっと見てはいた、見てはいたんだけど、中高ぐらいの時に若干ちょっと、やっぱりそのちょっと離れた時期があって、はい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 、声優さんが好きで、あのアニソンのキャラソンとかを聴いてて、みんなスマップとか聴いてた時に、私はずっとキャラソンを聴かせて聴いてて、じゃあまあオタクオタクなんですね。そう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 、東京、生まれ東京育ちで、でアナウンサーが福岡の局に向かったんですよ。で、初めて実家から出て、東京から出て福岡に行って、行ったん、行ったん、そう、行ったんで、3年間アナウンサーやったんですけど、その1年目の時に何も分かんない中行ったら、なんかちょっと上司と合わなくてね、すごいそれがしんどくて、でもその時にたまたまゴレンズが流れてきたんですよ、はいはい、でそれ聞いた時になんか急にはっってなって、たまたまゴレンジの曲流れてこないよね。いやいや、なんかほら、なんかその再放送、再放送なんかそのいろんなのの特集みたいな時に、急になんか引き戻されて、これだけ体を張って毎日地球の平和を守ってくれてる、はいはいはい、毎年守ってるよ、守ってる、守ってくれてるのに、こんなちっちゃなことでくよくよして悩んでて、そんな闇落ちしてたら、申し訳ない、ふざけんじゃないよ宮島と。そうそういうことだよね。今までの皆さんの努力を無駄にしてはいけないと、なんかそう思って、すごい、だからそっから全部、迎え入れてみたから、全部
体力すごいね。だからアナウンサーってその剣が強いさ、本当は選手とか覚えなきゃいけないじゃないですか。サッカーとかバスケとか、なんか地方のその選手をまず覚えるんじゃないですか。それ置いといて、置いといて、置いとか、置いとか、いいよ、置いといて、全部スーパー戦隊見返した。で、音楽とかも聴いて、で、やっぱりすごい力をもらって、このここの、ここの場面でこの挿入歌流れるみたいな、なんかそういうのとかをすごいこう、ガーって見始めちゃったら、こんなだ、え、歌っていう視点でそもそも見てないもん、戦隊を普通は見てない、うん、やっぱ我々はイケメンがどうかでしか、うん、そうイケメンがいたかどうか、それしか見てない、それもいいんだよ、それももちろんいいんだけど、うん、そう、音楽がむちゃくちゃいいんですよ、スーパーカップ。ニコ・コロンビアさんが全部作ってらっしゃるんだけど、何がすごいって、常にね、こう芯がしっかりしてんの。その主題歌とか挿入歌とかも含め、全部ちゃんとそうスーパー戦隊のための音楽っていう感じです。ベースにある一番太い幹にあるものは一体何なんでしょう。分かりやすくて力強くて、みんな子供たちも一緒にあの掛け声ができる。それ今でも変わんない、なんかあるんですか、根底になんとなく。いや、変わんないの、それが。それがすごくて、やっぱりこう時代に沿ってね、いろいろあの主題歌とかも変わってったり、今のこう流行りに乗ったりっていうこともあると思うんですけど、でもその戦隊はやっぱりそれをちゃんとなんかもうきちんとそこに乗りすぎず、なんか取り入れながらも乗りすぎず、ちゃんとずっとそのもうゴレンジャーから始まったあのゴーンゴーゴーンみたいな、わかる。なんでわかんない、あんた多分聞いたことないと思うけど、ないでしょ。ちょっとね、あの宮島聞いてほしいね、あのゴレンジャーから、うんうん、もうすでに半世紀経ってるんですよね。そうです、そうです。でももうね、うん、記憶がもう多分見てるし、実はウルトラマン派なんですよ。ウルトラマン派なんですよ。仮面ライダー V3 とか、あ、V3 わかります、もちろんもちろんわかりますよ。ねえ、こっちプロだよ。で、本当にウルトラマンからなんで V3 に行ったの。ウルトラマンは基本的にあのタイツフェチなので、そういうこと、立ってしてるのを見て子供心になんかムラムラしてる自分がちょっとキモかったなっていう思い。待って待って、でもスタートしてんだったら戦隊じゃないですか。戦隊え、ね、今のさ、ブンブンじゃ見てほしいだったら、ブンブンさんめちゃくちゃ、ゆうちくん、ゆうちくん、うちのヘイちゃん、ヘイちゃん、あの、バチャラベンターテイメントのゆうちくん、皆さんよろしくお願いします。お願いします、こちらでございます、はい、ちょ、ブンブンじゃめっちゃでピタッとしてんのよ、久しぶりに。でピタッと、え、ね、ピタッと、もう耳が遠くなってる。ごめんなさい、もう帰ってください。今の会話の流れで分かるだろ、大体。え、何言った？今、ブンブンちゃん、ブンブンちゃん、なんか、それ嫌いな方がピタッとしてもらって、ピタッとしてる、あ、ピタッとしてる、シンプルなの。戦隊オタクの、うん、なんかその比率みたいなの教えてくて、まず基本的には子供が大半じゃないですか、うん、小さいお友達がメインで、中の役者が好きなファンと、あと声優のファンもいますよね。はいはいはい、一部、うん、戦隊が好きなファン、うん、っていう感じですか。いや、あとね、スーパースターさん。ああ、そうだ。ああ、そっちだよね。いや、なんか僕、忍たまのミュージカルに出てたんですけど、忍たまのミュージカルって、ドクタケをやるのが、そのスーツアクターさんで、めちゃくちゃ有名な方がやっぱ盾をつけてくれたりとかするから、そこのファンがいるっていうのを衝撃だったんですよ、当時。ああ、なるほど。熱烈なオタクがいて、で、あの、逃走中のハンターもオタクいるじゃないですか、あれ。だからそういうのがある。で、なんか結局蓋開けると、まあ、JE だったりとか。そう。JE って何？ジャパンアクション。あ、ジャパンアクションクラブ。そうそうそう、ああ。じゃあ名前が変わったんですよ。名前が変わった。それは、ジーヤの時代はジャックなんだけど。ジャックだよ。今違うの？今違う。JAE になってるんですよ。農協的なやつ何これ確かに。農協じゃない？じゃあ毎回、やっぱ戦隊とかも、誰がなんか入るのかなっていうのとかも、すごい。オタクが多分見ればわかるわけですよね、多分。ポーズとかも。もちろんもちろん、体型とか。誰が上手いとか好きとかも多分あるんですよ、オタクにとっては。誰のそのアクションが好みかとかはすごいあったりする。すごいね、目の付けどころ。マジでさ、奥深いよね。うん。そこに一回たどり着かないもん。だから僕はそのなんか役者の方とそのスーツアクターの方がスーツを着てるけど顔はつけてない状態のツーショットとかで、え、めっちゃ夢壊すやんと思ったけど、オタクは歓喜してて、なんかすごいここの二人がやるんだみたいなとか、なんかこの二人どういうような会話してるんだろうとかっていうのを見て、全然世界違うなと思ったんで。同じ役を二人で演じてることってあんまりないじゃないですか、普通のドラマとかで。ああ、確かに。同時によ。なんかエモいっちゃエモいかも、それって。そうでしょ。例えば子供の頃の子役さんと大人になってからの役者さんととかはあるけど、同時、同じ人をその同時に二人が演じるって基本的にあんまりないから、ね、確かに。
そう、やっぱすごい その見方いいかも、なんかちょっと面白いかも、それで、そのやっぱ2人は今キュンときた、すっごい2人で話し合ったりとかいろいろで、角田さんの方が基本的にはやっぱり先輩に当たるじゃないですか、うん、大先輩ですよね、大御所とかいますもんね、そう、子が多いので、うん、俳優さんっていうのは心構えだったりとかアクションの仕方だったりとかをそう教えてもらったりとか実は教えたり、うん、そのどういう風に演じていくかってやっぱ同じ人物を演じるからそうすり合わせだったりとか、うん、その辺はめっちゃ、めっちゃ尊い、なんか2人で終わった後とかに抱き合ってるその2人が写真とか、もう本当に1年間ちょっと本当に涙ぐんでおります今宮島、本当にそんな気持ちになる、いい、なんかどっちも新人じゃなくて片方が明らかにもう離れしてるスーツアクターとこれから売れていく新人みたいな、この感じがめっちゃいい、でもね、それぜひちょっと今爆上げセンターブンブンちゃんも見ていただきたいんですけど、弊社の渡辺エンターテインメント所属の、あの由地春彦くんという、めっちゃ可愛い、そう、可愛い、肩幅広くて超可愛い、で顔がねもうこんなちっちゃいの、あ、そんなちっちゃいの見つかるかしら、ジーヤちゃん、そんなちっちゃかったらね蹴飛ばしちゃうかもしれないね、もう蹴飛ばしたかもしれない、見えなくてごめんなさい、はい、本当にで今回そのレッドのスーツアクターになったのが森弘嗣くんっていうスーツアクターさんで、森くん私すごい昔から仲が良くて、その彼が今回初めてレッドダブルの歓喜ですね、ちょっと踊ってもらいましょうか、歓喜の踊り、歓喜の踊り、はい、こんな感じで仕上がっております、すみません、ありがとうございます、はい、もうブンブン、ブンブンじゃですよね、ブンブンじゃね、ブンブンじゃね、ブンブンじゃね、そういう視点でもね、ぜひ見てください、本当もこれはもう第1話からもう涙なくしてはもうね、もう語れません、ね、本当に1話も見てないけど、見てないです、ごめんなさい、録画して、お前が録画した、録画の仕方がわからないです、最推しは誰ですか、これですか、いいです、こちらに、やっぱ最推し、こちらにしますオレンジャーが私は最推し、ここちゃんと見て、このちょっとこれすごいすごいグッズで、ただの私物です、ただのじゃないですよね、そうなの、大タイム、なんとここに赤レンジャーさんを演じた誠剛也さんの直筆のサインが入っております、これね時価ね80億するよ、いやいやいや、マジで適当、80億はする買いでさらわれちゃうから、さらわれちゃうね、もう絶対ダメ、これはちょっとなかなかもうこれ以上のお宝はないんじゃない、ないと思う、そんな助けてもらったゴレンジャーが好きだっていうのを言ってたら東映さんが、ちょっと今度ね誠直哉さんにインタビューをする機会があるんですけど、今度、あ、その前にね、そっち待って、嘘でしょ、エピソードトーク初心者、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、あのお水飲みます、今のは分かりますよね、今のは分かります、今のはこっちが悪いよ、お会いしたらもう地球を守るオーラ、どういうこと、半端ない、バーン、あ、バンなんだ、後ろからもうすでにやってないのに出てるみたいな感じでバーン、見てたい、すっごいかっこよくて、どうも誠の上です、いやー渋いねー、好きだと思う、すごい渋い、めっちゃかっこいい、原点にして頂点みたいなとこがある、そう、え、逆にその戦隊のオタクの中で言われてる、うん、この作品神作みたいなってあったりするんですか、ゴレンジャー以外で、いやでもね結構それはね本当に人それぞれで、うん、みんな、ね、どの作品から入ったっても全然違うし、やっぱり年代によって、うんうん、ね、宮島さんの前でちょっと言うのはあれかもしれないけど、仮面ライダーで言うともう電王みたいなとこあるじゃないですか、正直なんか興行収入的にもコラボとかも未だにいろんなとことしてて、はいはいはい、人気でね、なんか仮面ライダーでもう超成功作みたいな、うんうん、電王を知らない人いないみたいなイメージがあって、うんうん、なんか戦隊で言うと真剣ジャーとかは当たったみたいなイメージがあったり、いやそれは今まさに私が言おうかどうしようか迷ったやつですよ、やっぱり真剣ジャーはすごい人気だったし、松坂桃李君、桃李君のね、ただなんか本当にこの作品だけがバーンって出てるみたいなことでもないっていうのがやっぱり東映作品のすごいところだなっていうふうに思っていて、うん、世間一般的にはやっぱりその真剣ジャーだったりとかはすごい人気だし、あとはやっぱりあの豪快ジャー、うん、ああ豪快ジャー、豪快ジャーって周年かなんかですよね、そうそうそうなんですよね、しかもなんかちょっとずるいですもんね、設定も、そうそうそう、過去のやつに変身できるみたいな、とかもいっぱいあって、ちなみに、うん、あの僕好きな四字熟語が千葉雄大なんですけど、ね、いつから千葉雄大四字熟語、ご聖者はどないですか、ご聖者はどない、ジーヤも見てた、それは千葉雄大好きだったから、ご聖者は、ご聖者は、ご聖者です、どういうこと、どういいですか、いやいやいや、私はあの基本的にやっぱスーパー戦隊シリーズは全部好きなんですよ、うん、でなんかあんまり優劣とかも全然なくって、デザインもやっぱりちょっとエレガントで、それもすごい素敵だったなっていうふうに思ってました、大好き、あの男の子千葉雄大が好きなんで、男の子全員好き、小野健人くんも好きだし、うん、はいはい、もう好きだし、うん、もう全部好き、あの頃の千葉雄大はさ、あの頃って言わないで今もそうだけど、今もそうですけど、びっくり
するぐらいのこうもう大人気俳優さんたちがデビュー作だったりすることがすごく多い。本当にそうですよね。そうお芝居もめっちゃまだ初々しいんですよ、ね、だから今の感じと全然違う芝居してたりとかするのが多分ね、とっても新鮮なので、ちょっと過去に振り返ってね、見てもらったら面白いかもね。やっぱ登竜門ですもんね。で、菅松ダブル、うん、そう、仮面ライダーですね。菅田くんとかもそうだしね。もうあとね、だったら俳優がね、横浜流星さんとかは、実はレッドじゃなくてグリーン。グリーン。地味なんだ、方なんだ、まあでもそういうの思っちゃうよね。思っちゃう、思っちゃう。でも今もう色にとらわれてないですもんね。そうなんです。渡郎戦隊ドンブラザーズっていう作品は、うん、もう初めて、歴代初めて、ピンクが男子でしかも既婚者。だったりなんかちょっと頭ちょっとぐちゃぐちゃになってるし、でもドンブラザーズはねもう話が全部ぐちゃぐちゃだから、あ、そうなんだ。でも、ね、そこから持っていく。面白いのドンブラザーズもぜひ見てほしいと思います。え、こんだけやってて、うん、新しい要素って未だに出るんですか？出る。好きないんだ。だって自分の段階でもう魔法使いとかいたし、いやもう全然いる全然いる、うん、なんかね結構モチーフは割とあの要素をすごい混ぜたり、キングオージャーっていう前作が王様と昆虫のコラボだったんですよ。大人が見ても楽しいように作られてるのか、あくまでも子供向けに完全に作られてるものを、うん、大人がこっちの世界にグイッと入って楽しむものなのか、どっちなんですか？確かに。それはちょっとこれ私本当あの試験ですよ。だからそのプロデューサーとかじゃないから全然その、はい、シーンじゃないかもしれない私の試験だけど、子供に向けて全部作ってるんですよ、はい、スーパーセンターは基本的に、はい、もう絶対もうそこはもう間違いない、うん、私がいつも言ってるのは子供向けだけど子供騙しじゃないっていうのをすれば、なんかちょっと深いこと言ってる気がする。深い。そうね。なんか間違えちゃった。何とか間違えちゃった。これ平ボタンでしょ。間違えちゃった。子供なりに一生懸命考えて、いっぱいいろんなことを思いながら生きてるじゃないですか。だから子供向けに作っても子供騙しだったら子供には届かないんですよ。だけどちゃんと子供に届くようにしっかりいろんな思いを込めて、教訓もそうだし、あとは生き方もそうだし、しっかりと物語の中に詰め込んで作ってるからこそ子供にも受けるし、それは大人にも届くんですよ。じゃあ面白いんですか見てて？もちろん物語が面白いの。あ、そうなんかそう物語が意外と重要なんだなっていうの今話聞いてる。大人が見てるところまでは 見られてないかもしれないけど感じるものがあるし、あ、大人だからこここういう風に捉えられるなっていうところとかいっぱいあるんですよ。これもこれでも大人も子供も視聴者の平和地球を救っちゃってるねこれね。間違いない。そういうことでしょ。間違いないの、ね、こう毎回こういう風に話が一周してるんじゃなくて、ちょっとずつ動いてるんですか？動いてますよ、もちろん。最終的になんかすごいクライマックスが待ってるんですか？もちろん同じように見えてすごくストーリーが進んでっているので、全然もうとにかくもう右肩上がりですよ常に。その1年間やる中で、そう始まってからもで最後はもうみんなやっぱり1年間ありがとうの気持ちを込めて泣きながら見るっていう。いやちょっともう全員集めてなんか忘年会とかやってほしい本当に。でまず何から始めればいいですか？じゃあ今日からセンターのオタクになりたいとか、うんうん、入ろうってなったら、このゴレンジャーを見ればいいのか、今放映されてるやつを見ればいいのか。今放映されてる見た方がいいと思います。多分ゴレンジャーはあの2年やってるんですよ、ゴレンジャーって2年間だけど、だから長いの。ちょっと話数も多いし、はいはい、でいきなりめちゃくちゃ昭和なので、正直特撮のあのシーンが、あ、人形が。そうそう、なんか糸か糸でつながってるやつ。そうそう、それはご愛嬌。でも私はそういう昭和特撮が大好きだから、そういうところも楽しく見るんだけど、今すごくないですか CG 的なやつが。もうすごいよね。だからきらびやかと思って、うん、今例えば自分が好きな俳優さんが出てたりとかしたら、うん、その作品から見てもいいと思うし、うん、宮島はそこからその個々の役者の活動を追ったりとか、そっちには行かずに基本的にこう戦隊でずっと待ってる番人なんですか？そう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 、番人。でもこういうのが多いんですよね多分ね。戦隊を出てまで応援するっていうか、ずっと戦隊に居続けるみたいな感じですよ、オタクが。あ、そう、だからもう私はだから基本的に特撮のオタクなので、うん、そう、特撮が好きだから、そう、俳優さんから入ってるわけじゃないので。1年間ずっと見てるわけじゃないですか、成長を。もちろんもちろん。この愛情が湧いて、この子を推したいなとかないですか、その先。いや、みんな応援してるよ、私は。なんか家庭卒業してても、そう、なんか、結婚報道とかが出た時に、うん、コメント欄が全部その戦隊の時に役名で埋まってて、あ、はいはいはい、最近もそれで、なんか、あ、この方戦隊だったんだ、うん、みたいな感じで逆に思うんですけど、うん、あの感じすごいあったかいなと思うんですよね、毎回戦隊ファンって。役者さんはもしかしたらずっとそこに囚われたくないと思ってる
る方もきっといらっしゃるとは思うんだけれども、うん、やっぱりそれはそれとして一つのその戦隊だったりライダーだったりを彩ってくれた、うん、あの役者さんということで、とにかくあの尊敬と感謝の気持ちを込めてずっと応援してるんです。なんかそのファンの方のリスペクトがめっちゃあるのを感じます、うん、だからさ、なんかあるとさすっごいショックなのよ。なんか問題が起こるともうめちゃくちゃ地球の平和を守ってくれていたのにって、そう、もう本当にショックなのよ。でもそれは戦隊出てる人もいますよね。一人抜けちゃうと同窓会企画ができなくなるから、うん、お願いだから誰も辞めないってみんななんかお互い思ってるみたいな、ね、逆にこんだけ大量の俳優を毎年毎年見てて、うん、この人売れるなとかって分かったりするんですか？そこはもう全く別物なんですか？いや、そこはもう分かんない。え、なんかちょっと役者ファンバカにされるみたいないですか？ないよ、全然ない。で、いっぱいいる。なんか私も本当イベントとかでやってね、お客様にたくさんあのいらっしゃるところいっぱいいつもやってるけど、ほとんど多分役者さんのファンの方は。男女の比率とか、どういう感じなの？それが、いや、女性とか多いかも。それは役者は。役者がやっぱイケメンだね。でも戦隊ファンの女性もいるんですよね。あ、もちろんもちろん。僕は特にその小牧で聞いた大好き人間だった。ああ、はいはいはい。僕がラジオをやってて、うん、相方誰にしますかっていうので、うんうん、キータ君って子がいて、キャスティングしてくださいってお願いして、うん、ずっとラジオやってて、うん、途中で地球を守るって言って抜けちゃって。うん、そうなのよ、地球を守る。そう、全部見てるんですよ、キータ君の、うん、そのデビューから。小牧で聞いたってどうですかっていう。え、どういうこと、どういうこと、どうですか？なんか小牧で聞いたを褒めてほしい。褒めてほしいの。当たり前じゃないか、すごい。だって2作連続出るなんてないよ。え、2作連続出てるんですか？え、そうそう、ドンブラザーズでも、ドンブラザーズにも出てる。でもずっとデズプレだったんですか？もちろん、もちろん、レギュラーで。全開じゃなかった。すごいねで、まあ戦隊でこうね、いろんな役者が登竜門とされますけど、はい、その先にこう、BL 注文があるわけで BL! ボーイズラブ我々はもう BL 専門家ですよね、はい、専門家でございます。はい、ジェアちゃんはもう早送りばっかしてますけど、早送りをしながら重要なところは止めてゆっくりスロー再生から巻き戻し入っております。はい、で、ちょっとそっちの BL の、はい、この戦隊からの BL の方はちょっと宮島さんのチャンネルの方でちょっとめちゃくちゃ語ってますので、はい、ちょっと BL 好きの方多いと思うので、ぜひこちらのチャンネルでもご覧くださいませ。遊びに来てくれたらいいかと思います。スーパー宮島タイムというチャンネルでございます。はい、超面白いのでぜひ皆さんご覧あれ、はい、これから撮るからだってね。そう、面白くてね、ちょっとやばい、もういろいろ聞きたいことあるよ、ね、はいはい、ということで、はい、ぜひ皆さん戦隊オタクの方はコメントなどお願いしま す, しますなんかここが魅力だよとか、こういうとこ見てねとか面白いよみたいな方はぜひぜひお願いします。なんか全部試験ですが、すいません、よろしくお願いします。お願いします。では皆さん、チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いしま す, しします。それでは皆さんも明日お幸せに。これで20個目。